ブルーチャンネル始まるよ。今回ね、チビ南米妖怪こりゃコール作っちゃうからねチビ南米妖怪ね。でね、あのチビ南米妖怪ってこれセイサルさんっていう作家さんで、はいはい、チビ南米妖怪図鑑っていうのが書籍で販売されてるんですね。なるほどなるほど。でこれって実は六輪社さんっていう小人図鑑のライセンスの会社さんから紹介受けて、はいはい、なるほどなるほど。ちょっとこれ面白いってことで、うちも天ぷら妖怪とかやってるからちょっと妖怪やりたいなってことで新しい試みってことで。確かに妖怪ものって意外と多いですよね。ゴースティーとかあるあるある。そうっすよね。そうそう、ゴースティーもそうだし、まあ天ぷら妖怪もそうだし、まあそれに近い感じでやったんだけど、これおそらくコロナ前でレートもすごく、今150円だけど、はい、多分120円台だったのかなおそらくね、まあ110円か120円の間ぐらいですよね。そうだね、うん、だからもうね、はい、全然やっちゃえみたいな感じでもう発売した時にはもうねすでに遅しみたいなもうすごいこってり作っちゃったからいやだから昔はよくこれで300円とか売ってましたよね。そう、久しぶり見たこんなの。すごいでかい、でかいし、彩色多いし、彩色も多い、よくできたよこれね。よくできたこれは。で一個一個紹介しようかな。まずアマゾンの口で一番恐れられている怪物、巨大な爪で人間を襲って食べる、硬い毛で覆われた頑丈な体は銃で撃っても歯が立たない。超強いじゃんこれめっちゃ強いよ。実際もっとリアルな絵もあるんだけど、はいはいはい、ちょっとデフォルメしてもらって造形してるから可愛いよね、うん、確かにね、絵は結構おどろおどろしいですよね。そうそう、うちもなんかニッコリの妖怪とかもやってるじゃん、はいはい、あの感じだね、なんかね。確かに確かに、うん、すごいよな、なんかポップで可愛いっすけどね。ポップ、そうそうそう、うん、で続いてね、あ、これチュパカブラじゃん。あ、チュパカブラだ。これチュパカブラだよ、これ。あ、チュパカブラだ。動物の生き血を吸う謎の生物動きが素早く飛び跳ねて移動する。北米と南米との各地で家畜が襲われている事件が相次いで報告されている。チュパカブラってこれ何の時にその話したっけ。あれユーマのぬいぐるみ。ユーマのぬいぐるみ、そう、ユーマのぬいぐるみ時だ。これすごい、これいいね、筋肉ムキムキだし、すごいね、すごいかっこいい、すごい背中がねこうトゲトゲしいんだよね。うん、ちょっと肉が曲がってんのもいいですね。結構テレビよく出てるからさ、まあね、うん、ああいうの見ちゃうんだよね。で続いてがヤクルーナ。ヤクルーナ、ヤクルーナ、これさ見て足さ輪についてんだよ。ほんとだ、ほら、うわーすごい、グッツグツ、うん、ね、でヘビもいるし。ほんとだ、うん、手振ってるしね。いやこれすごいね。だからこれ気分的にはなんか天皇陛下みたいな感じになってるけどね国民の諸君みたいな、閣下みたいなね。そう、強そうというかね王様みたいな感じ。これね、ペルー、コロンビアのアマゾン川流域に住んでいる人間を誘惑し水の中の住処に連れ去ってしまう。だってへー、ワニや人魚を操ることができる。やっぱ強いね、操る感じなんだね。なんかでもスターウォーズのキャラクターみたいな。あ、スターウォーズも出てきそうだね出てきそうじゃない、出てきそう、ちょっと神々しい感じするもん。そうそうそう、なんかね、分かる分かる、多分その村の長じゃないですか。ね、長な感じするね。蛇も可愛い、目つけてね。これめっちゃ大変やな、これ大変だよ、すごいよ、すごい、ね、で続いてこれちょっとなんか日本のお化けっぽいね、はい、ラ・ヨローナ。ラ・ヨローナ、うん、泣いてる感じだね、涙ついてる。これ怖いよね。中南米に現れる女の幽霊、死んだ我が子を探し今もさまよい続けている。抱きつかれると数日後に命を落とすと言われている。まあ日本の幽霊と一緒だね。うん、一緒一緒、まあ子供探してるんですねそうだね、怖いよねこれね。え、でもこれちょっとおしゃれですね。ね、いいよね、面白いね。いや、なんかポップにしてるから可愛く見える。ぜひね、そのね、南米妖怪図鑑もリンク貼っとくからちょっとチェックしてほしいね、はい、あ、確かにね、うん、本当はもっと怖いですよ。そうそうそう、はい、で続いてね、ウクク。ウクク、これ仮面かぶってたんだね。人とクマの間に生まれた伝説の妖怪、ペルーのお祭りコイオリッティにはマスク姿のウククが人に紛れて参加しているらしい。なるほど、お祭りのコイオリッティっていうのがあるんだね。へー、まあ、ペルーの伝統的なお祭りなのかな。なんかすごい具体的です ね、 ね、なんか日本とかそんな感じないですよね、あんまり。すごい、確かにこれペルーっぽい感じするもん、着てる服とかがね、うん、背中にほら透明のさバッグ背負ってるしね。ほんとだ、うん、何これすごいな。すごいよ、よく作ってますね。いや、よく作ってるよ、これすごいわ、うん、うん、で最後ね、ティジュージャグアーだって。ティジュージャグアー、ジャグアー、うん、ティジュージャグアーってこと、ジャガーってことだね。ジャグアーですね、うん、グアラニー族に伝えられている伝説の魔獣、黄金都市の財宝を守っていると言われている。そのエリアに近づいたものは次から次へと食べてしまう。あ、じゃあ守り神的なことですね。そうだね、確かに黄金都市にいそう、出てきそう。ちょうどなんか上とかさ、こういうの出てきそうだもんね。いるこいつ、いるいる、入り口にいるか、いるいる
すごいなこれ。怖いね、面白いな。これはなんかこういうなんかね、子供がワクワクするような伝説の話って面白いよね。いやね、うん、面白いですよね。発想力がね、うん、楽しいですから。怖いよなけどこういうみたいなね。怖い怖い。なんかこのゲームの世界みたいな感じだね。はいはいはい。いやでもね、全部ねマジでよくできてるよこれ。いやできてるよ。見てこのお尻。すごいよこれ。鱗の部分とかね再現度高いからね。うん。うん、これはね本当 3P じゃ伝わらない良さがありますよ。そうね。すごいな。よくできてるわ。うん、まあチャラ社長はチュパカブラ推しだな。あーチュパカブ推し、うん、うん、そうだね。でこちらね、3月発売全6種500円で展開する予定のこちらもぜひチェックしてみてください。はい、ご紹介させてもらったのはチビ南米妖怪でした。原作も見てみてね。よろしく。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。